さて今日はですね、県政史上初めての日です。5階建ての委員会を建てたんです。とんでもない暴挙であります。必要な資料は出していない。私はですね、皆さんと協力して国会G メンがこういうものを作ってくれました。これはですね、技能実習生の制度の資金の流れです。驚くべきものです。一人当たり実子に5年間で37万5千円もお金が入る会費で、そして一人でですよ。そしてそこに法務省だけでもうすでに11人の人が天下っていたということが分かったんです。つまりこれは何か、私たちは6党派で毎日のように技能実習生の皆さんの悲痛な声を聞いています。これ失踪者ですか？違うでしょ。深刻な人権侵害から緊急避難をした人たちですよ。どうだ、私たちは自由と人権の国です。この自由と人権の国においてどれほどひどい人権侵害が起きているか、それを皆さんのお力で明らかにしていただきました。じゃあこの入管法の改正は何かというと、この矛盾を、いやこれは関所なんです。この関所に一人一人代官がいて、そしてお金を取り、利権を取り、人権をないがしろにする、搾取をする、その仕組みを巨大にするだけじゃありませんか。今回の委員会ですね、野党の理事の皆さん本当に頑張っていただいてます。資料もですね、もう粘り強く要求をして少しでも出させようということをやっている。それからまたその資料を出させる根拠になる、過去のいろんな政府の取り組み、これについても特に共産党の先生方にも頑張っていただいて、重要な書類の掘り起こしもしていただきました。山下大臣、先日の答弁でとんでもないことを言いました。今回の法律の成立が半年遅れたら万単位の人が帰るというふうに言いました。これはどういう意味ですか？技能実習の皆さんは国へ帰ることが前提の仕組みなんじゃないですか？国へ帰ることで貢献をする、それが技能実習の仕組みじゃないですか。ところが万単位で帰ると言った後に何と言ったか、日本の経済に大きな影響を与える、こういう言い方をしたわけです。ということは技能実習の皆さんを返さないで単なる労働力としてこの国に留め置く、そう言ってるに等しいんじゃありませんか。今日は5階建てという話がありました。1階は給与法の質疑です。2階は給与法の採決です。3階は一般質疑です。4階が入管法のお経読みです。5階は入管法の与党質疑と、考えられますか？これは実態が明るみに出れば出るほどこの法案を通せなくなるから、何が何でも急いでるんじゃないですか。この午後にかけまして現場も頑張っていただきます。国対委員長として私たちこの後今、理事会で、現場頑張ってますので、何としても今日は入管法の質疑入りに入らせない、固い決意でですね、作戦を練っていきたいというように思っております。結束審議を許さない、一致結束して戦うことを誓って頑張りたいと思います。共に結束審議を阻止するために、そして日本人も外国人労働者も幸せにする、そんな国を作るために共に頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。